きな。どっちが素早いか試してみようぜ、というやつだぜ。先発その面へ叩き込むぜ。今度出会ったらやれやれだぜ。てめえは俺を怒らせた。間抜けは見つかったようだな。こんな俺にもこの空城丈太郎が直々にぶちのめす。とても哀れすぎて何も言えねえ。もうてめえには何も言うことはねえ。先発その面へ叩き込むぜ。ジジイの魂か、これは。一つだけ残された戦法があったぜ。それはもうてめえには何も言うことはねえ。とても哀れすぎて何も言えねえ。忘れたくてもそんなキャラクターしてねえぜ、てめえはよ。というやつだぜ。ジジイの魂か、これは。もっと趣味が悪くなるんだからな。顔面の形の方が。元気でな。人間は何かを破壊して生きていると言ってもいい生物だ。及びじゃあないぜ。その中でお前の能力はこの世のどんなことよりも優しい。だが生命が終わったものはもう戻らない。コウイチ君、君は本当に頼もしいやつだ。若者だ。この町に来て君と知り合えて本当に良かったと思っているよ。そしてやれやれ。貴様の拳だとかほどにも効かんわい。ディオ、何？やれやれだぜ。人類兵団を。Are you sure about that? それでいいんだ。我々の仕事は変人でなければ務まらん。期待ばかりかけてすまない。いや、だが今や君の存在は人類存亡の鍵なんだ。ああ、頼む。だが無茶はするな。君の代役はいないのだから。あいつが自分でそう決めたからだ。それ以上は本人に聞くんだな。君は新兵だね。協力に心から感謝する。憲兵団は我々を嫌っている者も多いからね。マリーは元気か？またお前と一緒に戦う日が来るとはな。訓練兵の頃以来だ。彼らはあなたの背を追い成長したんですね。おら！ところでナイル、マリーは元気か？お前と結婚する前一度退くしかなさそうだな。
救援を頼む。誰か来てくれ。巨人の進撃を食い止めよう。お怪我はなさそうですね。ああ、まだ生きている。さあ、行こう。総員3回存分に戦え。出撃せよ。迎え撃て。総員戦闘開始。私は大丈夫です。この博打は失敗だったか。厳しい戦況になってきたな。このままでは。どうだ、まだ戦えるか。人類の兵団をしこたま投げやがった。穴が開いちまったぜ。Do you understand? 今度出会ったら。なんだ、体の動きが鈍いぞ。違う、こいつ本当は動ける。動きが鈍いのではない。動けん。バカな。まったく体が動かん。あの場所へ行きさえすれば、ここは満員だ。逃げることはできねえぜ。時は動き出す。やれやれだぜ。私の体に何をしようと。決して逆上して冷静さを失ってはいけないぞ、ジョー太郎。ジョー太郎、楽しかったな。いろんなことがあった。わしのことはもう。お前は時の中です。少しは動けるようになっている。一気に我々は全滅していた。なるべくしてなったことなんじゃ。もしみんなが一緒にディオと戦っていたなら。ジジイの魂か、これは。実に楽しかったな。これからディオが。華僑院はディオのスタンドの謎を。俺が時を止めた。ディオが下にあるわしの体に何をしようと。まったく貴様のおかげでよみがえったぞ。お前は時の中で少しは動けるようになっている。2秒か3秒か、その時間を大切に使え。これからディオが何をしようと、決して怒ってはならん。怒ってお前の方から攻撃すれば、して冷静さを失ってはいけないぞ、ジョー太郎。